敬意、鈴が紅白司会した時、米津玄師が鈴にバラを渡してくどく。米津玄師、11本目はあなたです。意味、最愛。鈴は返答に困り、公共の電波にさらすことで身を守った。広瀬すず、楽屋に米津さんが来られて、うわってびっくりしてたら、バラの花束渡されて。内村、え、すごいね、バラ。広瀬すず、初めてだったのにありがたいです。その事件を嘲笑したフジテレビスタッフが、ドラマで鈴にストーカーする男でそっくりの役者を使ったという構図。鈴、米津めっちゃ良い人、バラくれたってだけなのに騒ぎすぎやろ。鈴司会やなかったら出てくれなかったのに。広瀬すずの反応はしゃあないけど、バカにされるのは普通にかわいそうだと思う。初対面でやることちゃうんよ、これだから影キャはダメなんよ。米津も昔はイケてたのに、なんでこんなになったんやろか。米津玄師って本名なのかよ。米津には吉岡里帆がいるから、あんなに明るかった吉岡さんがなぜ緊張感が伝わってくる。米ちゃんだけソファの隣に座ってるのくさ。撮影するとキムゴンで横に移動してそう。吉岡びっくりして固まってそう。米ちゃん、ヨネちゃん、うわ、いいですね。ヨネちゃん、ヨネちゃんいいですね。言うてこっから逆転満塁ホームラン打った男もおるぞ。